心配そう、出塁後にダイソーを送られる、Rソックスヤンキース、日時間17日ボストンレッドソックス、吉田忠直外野手が16日、日時間17日、4どころ地、ヤンキース戦で、右手甲付近に支給を受けた。出塁後にダイソーを送られて交代した。7回1失3塁で、ルーク・ウィーバー投手の 95.3 マイル、約 153.4 キロが、右手甲付近に直撃した。ボールは大きく跳ね返り、4どころ地はブーイングに包まれた。吉田は、ポーカーフェイスで一塁へ歩いて向かったが、アレックス・コーラ監督も、トレーナーらと、心配そうに状態を確認。吉田は打撃用手袋を外す際に痛そうに表情を歪め、右手小指の付け根のあたりを気にする様子。そのままダイソーが送られて途中交代となった。地元の放送席は痛いという日語も飛び出していた。吉田は5月1日、同2日に左手親指の付け根を痛めて負傷者リスト入り。渡米2年目で初めての入り入りだった。試合前の時点で28試合に出場して打率255、2塁打、11打点だった。この日が復帰6日目だった。大谷翔平投手が所属するドジャースでは16日、同17日の試合でリードオフマンのムーキー・ベッツ内野手が左手甲付近に支給を受けて骨折が判明していた。フルカウント編集部。